ジャーメイン・ジョーンズはドイツ出身の元アメリカ合衆国代表サッカー選手。現役時代のポジションは MF。父はアフリカ系アメリカ人の元アメリカ軍人。母はドイツ人のハーフ。2008年からドイツ代表に選出され、2010年からはアメリカ代表でプレーした。デビュー当初はフォワードとしてプレーしていた。2004年には 強豪バイエルレバー,クーゼンへ移籍するも、挫折を味わい、わずか1年で、レバー,クーゼンを後にする。フランクフルト復帰後に、フォワードからボランチへとコンバートしたことが転機となり、ドイツ代表にも選出された。2007から08シーズンからは、シャルケレイヨンに移籍。2010から11シーズンは、出場機会に恵まれず、2010年11月には、シャルケの監督。 フェリックス・マガトを批判したことから、チームからも隔離された。結局、2011年1月18日に、ブラックバンド・オーバーズ FC へ、シーズン終了までの期間で、期限付き移籍した。2014年1月30日、トルコスユペル・リーグのベシクタシュ JK に完全移籍。2014年8月24日、ニューイングランド・レボリューションに加入した。 2016年3月4日、コロラドラピッズに移籍した。2016年12月13日、ロサンゼルスギャラクシーに移籍した。2018年9月7日、現役引退を表明した。2019年3月13日、アメリカプロインドアサッカーリーグのメジャーアリーナサッカーリーグに所属しているオンタリオヒューリーと契約を結んだ。2008年2月6日、 オーストリア代表戦の82分にトーマス・ヒッツルスペルガーとの交代でピッチに立ちドイツ代表デビューを果たした。なおこの試合で同じシャルケ所属のハイコベスターマンも代表デビューしている。同年5月16日 UEFA ユーロ二2008の代表候補26名に選ばれた。UEFA ユーロ二2008以降ドイツ代表での出場機会が失われたことから 改正された FIFA の新たな規則を利用。ジョーンズは父親がアメリカ人であり、また A 代表での出場経験があるもののすべて親善試合であり、FIFAUEFA 主催の試合に出場した経験がなかったため、アメリカ代表でのプレーも可能であった。2009年6月にアメリカ代表への移籍を希望し、ドイツサッカー連盟に受け入れられた。同年10月に、 フィファにも正式に受け入れられたが、負傷により招集は見送られ、2010フィファワールドカップに出場することもできなかった。ワールドカップ後の2010年8月4日にブラジルとの親善試合に向け初招集を受けるも、またも負傷し、出場を逃す。2010年10月9日のポーランド戦でようやくアメリカ代表デビューを果たすと、ジョジー・アルティドールの先制点をアシストした。 2011コンカカーフゴールドカップのメンバーにも選出された。2011年6月19日のコンカカーフゴールドカップジャマイカ戦で代表初得点を記録。2014年6月22日の 2014FIFA ワールドカップポルトガル戦では同点ゴールとなるミドルシュートを決めた。ありがとうございます。